冗談ですよ。わあ、あれはサンマや。お、親そこ。皆さん、おはようございます。今日は10時半に起きた鳥人間です。新潟、쌀도맛있고커피콩도너무신선하고맛있다。お、人もめっちゃいいし、ここはなんでこんな優しいな、みんな。みんな여기살거야그냥나안가。はい、ということで皆さん、これから私やっぱりご飯食べないと目が覚めないので、前回あれ食べれてないやん、バスセンターカレー、これ絶対食べないと。なんで新潟まで来てバスセンターカレーを食べないのか、これから行きます。バンダイそばっていうところなんですけど、立ってて食べるんやね。おお、こういうスタイルも。おい、ぼや、黄色いカレーやね。ちょ、韓国で먹는거랑비슷한맛일래나。行き方はバスか途方なんですけど、今回ここバスめちゃめちゃ難しかったやん。聞いてみて、新潟市観光案内センター。お、저번에있던그언니인가。그언니맞는것같은데。こんにちは、すみません、あのバンダイそばって。私のこと覚えてますか。覚えてますよ。韓国から。昼ご飯なので、今ご覧は。はい、あれ、ずっと、え、日本に、あ、日本にいるの。あれ、あ、それが前回1回帰ってからまた戻ってきました。実はあの明日札幌に行くんですけど。わあ、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 わあ。え、そうなの、旅行のそういうのを撮ってんの。撮るやん。はい、何回かちらっと見てたらいらっしゃらなかったので、バンダイそばに行きたいんですけど、なんかバスの乗り方はちょっと難しいんです。おお、そうなの。うん、そうか、バンダイそばに行きたいならば、はい、バンダイそばの場所がバスセンターとかにあって、はい、でバスで行く、歩いたら10分だけどバスで行くね。バス、あ、歩く、歩く、バス。17番に乗ろうかな。17番、降りるバス停はバンダイシティ。そうするとちょうどバンダイそばさんの真ん前がバス停になるから、目の前がもうバンダイそばになります。あ、そうなんですか。うん、あ、行ってみます。何ていう名前でやってんの。こちらです。ピヨコの韓国ラン。新潟編も出てくると思う。本当、多分出てくると思う。やめて。もしも映したならば、はい、動画修正してくださいよ。修正。あ、もちろん。あの、私は、保存してもらってそれですか。目をパッチリ二重にして、あ、スリムにして。難しい、一番難しい。全部あのぼかし入れてくださいとかはあるんですけど、初めて聞きました。冗談ですよ。はい。20万もいるな。あ、はい。イエーイ。ありがとうございます。私はじゃあ新潟のお母さんってことで。あ、新潟のお母さん。あ、ありがとうございます。心強いね。はい。さあ、行ってきます。はい、ありがとうございます。あ、これもらいました。17番。ここは1番から10番やから。で、新潟のお母さん、やっと会えました。やっぱり面白い方でしょ。今回はめちゃめちゃ心強いよね。一旦カボドロかけすみだ。バンダイシティでは、やっと会えました。新潟のお母さんからいただいた紙なので、これ絶対に捨てない。めちゃめちゃ期待してるわ今。ぼーっとしてたら来てた。あ、これや。
ました。バンダイシティ。マッサー。잠깐만、カレー냄새。あ、여기다。これ어떻게먹는거야？もう降りた途端、カレーの匂いがして、すぐ目の前に。お、すっげえ。やっぱり、さすが新潟お母さん。それで今は1時54分なので、まあ、お昼の時間はほぼ過ぎてるので、若干空いてると思いますわ。安い、早い、うまっ。そば、うどん、カレー。よし。食券を買って、安い、早い、うまっ。安い、早い、うまっ。ビニール먹을게요、저는。あ、저돈만주는건가？ミニ。それでは、お腹すいたので、早速、いただきます。これ見て。すごい。これがミニサイズなのに、めちゃめちゃ多いんですよ。その韓国の黄色いカレーって若干似てるやん。違う。2回目食べてみたら韓国の黄色いカレーと全然違う。こっちの方がもっと濃くて水分感がほとんどない感じ。ごたごた。ここに来ていらっしゃる男性の方々のミニサイズを選んでいらっしゃったので、もう絶対私普通サイズ選んだったら、あ、사람들왜이렇게더워하나했더니나도덥네。뭔가이아저씨드시는거되게멋있게드시는데、日本の男性の方の食べ方がかっこよかったりするんで、あ、あっつあっつ、이거어떻게집은거야？あ、잠깐이렇게집었네。分かってきた。今暑いから、もし男性分だけ드시면서、あ、더우면한번이렇게왔다갔다한번하고오는거예요。뭐가있는지좀볼까？아、이렇게。네、오케이。男なら。このお箸は何で持ってきたんやろう。では新潟のお土産として持って帰ります。ああ、バスセンターの黄色いカレー美味しくいただきました。一旦더워서一旦ちょっと나갈게요。어디로나가야시원한가どこに出ればいいんやどこに出ればいいんや。저기가내가갔던그미카츠키고여기아유시원합니다ここ涼しいですここです。ああそれで次行きたいところをこれから決めるんですけど、暑いからあの前回はバンダイ美術館に行ったやん。で今回新潟市美術館とかまあ他のいろいろ博物館みたいなところに行きたかったんですけど、よりによって火曜日に休館するところがめっちゃ多いんや。で一箇所見つけたんですよ。新潟に来たなら新潟市歴史博物館やで。さて、行き方としてはまた出てきたで、バス。何をどうしてたのか。ああ、新潟のお母さん。大シティ BC 前向こう歩いて右なんや。この町久しぶりやな。ほほー、おらんな。おおらんな。えい、バス타자。で、무슨생각을하고있는거야、지금。잠깐만 G70 이거뭐라고읽는거야。すいません、あの新潟市歴史博物館。はい、あ、じゃあここじゃないんや。わかりました。向こうに行ってまた聞いてみます。うん、あの辺にいると分かる人いるかもしれない。私もあんまりそういうとこいらないからよく分かんない。そうですよね、私がここの人だったら多分歴史博物館は行かない。
ありがとうございます。失礼いたしました。だって絶対新潟の方々って歴史博物館行かないと思うわ。私でも行かないわ。例えば明洞博物館とかさ。お分かりいただけただろうか。明洞博物館とかさ、博物館。ここもバンダイシティやんけ。すみません、新潟市歴史博物館っていうところに行きたいんですよ。博物館だったらまだ向こうの方だね。あんまり行ったことないからよくわかんないんですけど、これってあの読み方どうなりますか。読み方ね、ちょっと待って。あ、すみません。大堀線。大堀線。大堀って書いてある。で、漢字が読めない。大堀線。お、ん、大橋線。橋っていうのかな。あ、これ橋っていう字なの。はい、これこれ大橋。聞いたことないんだけどね、大橋さんはね。ありがとうございます。あ、いえいえいえ、ありがとうございます。惜しい。あー、今回もダメやったら、あれ乗ろうや。ちょっとパパ。あ、よけパンダイシティ、むすん前、いろけそういうね。ねえ、クロミョン。あ、はい。あ、ありがとうございます。運転お気をつけて。あ、クロン、ちょっと待って。え、乗ってくれたらよかったやんか。ちょっと、次。バイモン。必要な時に、全く来ない。タクシーさん。お、ちょっと、タクシー。お。乗れますか。よっしゃー。あ、こんにちは。新潟市歴史博物館に、新潟市歴史博物館に行きたいんです。どう？